曲だと思いますが、一緒に捧げていきましょう。
続いていきましょう。感謝しつつのもと、感謝しつつ主のもとに、賛美しつつ王庭に、心合わせ臨在に入れ。主はいつか知り深い恵みが常しえまで、その真実が愛より至る。Thank you.
それではただいまより2022年7月24日クズハ聖書教会第4主日礼拝を捧げてまいります。黙祷を、前奏が流れてまいります。黙祷をお捧げしましょう。この礼拝に私たち一人一人を招いておられます。招きの言葉、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてください。あなたの真理に私たちを導き教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望みます。賛美を捧げてまいりましょう。教会福音賛美歌の4番です。
私たちの家にいらっしゃいます父なる神様、あなたのお名前を崇め賛美いたします。新しい日、この日曜日の一日を私たちにお加えくださり、今や愛めと許してくださっている、そう信じて感謝いたします。あなたが与えてくださるこの日、この日は安息の日として与えられたものです。あなたは私たちをその御手に置き、そしてひととき休むようにと教えてくださっています。私たちの命はあなたの手の中にあって、だからこそ私たちはその手の技を止めて行こうことができる、休むことができる、そう信じてありがとうございます。神様、この日は私たちがとりわけ休んだとしても、あなたは私たちの命を支えてくださって、明日の食べ物をお与えくださっていますから感謝します。今日、命のもとにあるあなたにこの日こそ、心を向け、また静まり聞く時とさせてくださいますように。今日この礼拝もそのために用いられる日となり、あなたが私たち一人一人にふさわしく、関わりが、必要な面の盾をお与えくださいますように。私たちは本当にそれぞれあなたの語りかけを聞くならば、そのところにあって信仰の応答を成していくものとさせてくださいますようお願いいたします。神様、今日覚えてこの場に集えないそのような方々もいらっしゃるかと思いますが、どうぞその壁となるもの、その辺りになるもの、どうぞあなたが礼を受けてくださいますように、この心の内にあなたが止まってくださって、困難の中にあってもあなたの共にいるそのことを実感することができますように、どうぞあなたの前に静まり祈り、その中で本当にあなたの身近に感じることができるように、どうぞ導いてください。神様、この礼拝の時をありがとうございます。あなたの御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈り、使徒信条と行えてまいります。はじめに主の祈りを持って共に祈りましょう。ではお祈りいたします。主のお祈り。天に立ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条を持って私たちの信仰を告白してまいりましょう。それではまいります。使徒信条。彼は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を彼らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、海に下り、三日目に死人の父より蘇り、天に昇り、全能の父なる神を右に差したまえ、他人より鍛えて生きる者と死んだ者とを裁き行わ、我ら聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
報告の一つといたします。はじめに今日の聖書箇所中心聖句をこのようにします。ガラテヤ3章24節、こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。本日の予定です。東海学校中高間働きが1時から迎えてまいりました。それに続く今は私立礼拝となっております。またこの礼拝の後、教会が行われる予定です。そしてこの教会の後、賛否を共にしたいというふうに考えています。また夕方ですね、4時半からはブラジル王国が予定されています。今週の予定ですが、今日24日から第3期聖書通読第21週目に入ってまいります。続けて同じく今日から第30期取りなしの祈り第4週目に入ってまいります。27日水曜日、30日土曜日は同報告長が持たれてまいります。28日木曜日は本日社に目標です。来週日の予定です。教会学校中高科が1時から、私立礼拝は2時からです。礼拝の後、教会が予定されています。またブラジル牧場は2時半から行われる予定です。また、選挙区会議ですね、臨時の選挙区会議ではありますが、この日4時からですね、茨城聖書教会会場に行われる予定です。当教会からは私と近藤姉妹が出席予定です。臨時教会総会、臨時選挙区会議はですね、4月からこの来春ですね、和歌山教会改革を始めようとしている、そのことで主に予算とまた活動計画について審議決議するというそういう、会議になっております。一日のためにご用意ください。報告および祈祷課題を見てまいります。1、今年も上半期が終わりました。無事に下半期を迎えられることは当たり前のことではなく、神様の守りと祝福があればこそ実現したことです。上半期における神様の守りと祝福に感謝し、そして家庭特別献金を喜んでお捧げしましょう。2、本日は祈祷会後に賛否を行います。作業時間は10分程度の予定です。蜂の間の草を重点的に見てください。ご協力お願いします。3、住下明里姉妹は7月30日より1週間松原湖バイブルキャンプでスタッフとして奉仕されます。機会の守り奉仕の祝福のためにお祈りしましょう。この後で、配れてお祈りの時をお持ちしたいと思っています。来信です。案内いたします。石黒先生ご夫妻よりハガキが届いているということですので、またご覧いただきたいと思います。では暗唱聖句を確認してまいりましょう。一度皆さんで一緒に読みたいと思います。その後お手できる方は買ってください。では確認いたします。暗唱聖句、ガラテヤ3章13節、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いていただく方です。できる方はご起立ください。それでは参りましょう。暗唱聖句、ガラテヤ3章13節、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。
コラン読んでまいります。僕らはそれを奇跡と呼ぶ。先週は日曜月曜と教団青年部のキャンプがあり、私は講師とスタッフを兼ねて出席しました。その出発時のこと、会場へは車で行くことになっており、自家用車にエンジンをかけようとしたのですが、うんともすんとも言いません。これがクズハに行く日でなくてよかった。せずして連休のど真ん中、近所は静まり返り、どうしようかと考えているところ、車庫の斜め向かいにある自動車整備工場のシャッターが開いているではありません。そして休日にもかかわらず対応してくださったその方、かっこ仙台社長は、故障の原因を突き止め応急処置はできるが出先で動かなくなるかもと、私は困ったなとしているところ、あるよという間に先方から代償化してあげようと話が運び、事なきを得ました、ね。さてキャンプが終わり、車の修理を先ほどの会社にお願いしますと、先方、息子さんで現社長は丁寧な対応、費用も勉強してくださいました。またご近所のつながりを生み出すという副産物も得ました。一例について一般的には偶然幸運とするのでしょう。でも信仰を持つ者には神様の廃材、そして奇跡というんだなと実感したことです。神様は生きて働かれる方です。それでは、杉下あかり姉妹、キャンプの講師を覚えてですね、みんなで乗りたいと思います。立てが分かりませんけれども、よければそこで立っていただいてそしてみんなで一緒に心を合わせて祈りましょう。じゃあお祈りいたします。天の父なる神様、みんなをあがめます。この夏、あかり姉妹が松原湖バイブキャンプで、スタッフとして奉仕することになりました。あなたがお与えくださった良き機会と覚えてありがとうございます。今週土曜日から、現地に赴き1週間ほどの講師をされるということですが、どうぞこのあなたが与えてくださった良き機会を、あなたが祝福して豊かにまた姉妹に注いでくださいますようにお願いいたします。特にコロナの状況があって、なかなかキャンプも開かれない中にありましたが、今年対面がキャンプが許され、実行の移り、そしてスタッフが募集されて、そこにまた赤城姉妹も、あなたの機会として、どうぞ行けますから、講師できますから、ありがとうございます。どうぞその講師がにあなたの横を表すものとなりますように、また共に汗を流し、あなたの栄のためにと要する、この仲間たち、との良き出会いが与えられ、そして信仰においても祝福に預かる時となりますよう、どうぞ導いてください。神様、あらゆる災いから守ってください。コロナはもちろん、どうぞ生き返りの、事故からも、そして怪我や病気からも守られて、無事に行って帰ってくることができますように。見ていただいて、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。派遣の拍手をしましょうか。いってらっしゃい。あ、ちょっと滑る？滑らなくていい。ね、そうですね。急に復活します。また祈って、この期間中も祈りたいというふうに思います。それでは、賛美を捧げて、いきましょう。聖歌の392番です。
それでは聖書を開きましょう。ガラテヤ人への手紙3章19節から25節をお開けください。新改訳2017新約の378ページになります。それではお読みします。ガラテヤ人への手紙3章19節から25節。それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。仲介者は当事者が一人であれば言いません。しかし約束をお与えになった神は唯一の方です。それでは律法は神の約束に反するのでしょうか。決してそんなことはありません。もし命を与えることができる律法が与えられたのであれば、義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書は全てのものを罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来るべき信仰を提示されるまで閉じ込められていました。こうして一方は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいません。立法の役割と位置づけと題して共に御言葉を聞いてまいりましょう。説教台にあるように、今日はですね、律法また聖書との向き合い方といいますか、その立ち位置、距離感ということを一緒に考えたい、そういうふうに思っております。で、私はですね、幼い頃なんですが、聖書を何かこうお守りのように扱っている時期というのがあったんですね。まあ小学校3年生頃でしょうかね、一つ上の男の子が、教会の友人がですね、自分で聖書を買ったと自慢するので、なんだかわからなくて欲しくなってですね、自分で買ったんですが、買ったらですね、その聖書を開きはしません。置いてですね、枕元にずっと置くんですね。で、何をするかというと、夜中にお化けとか出ないように、出てきても大丈夫だよみたいな、そういうまさにお守りのようにして聖書を扱っていた時期がありました。で、それからだいぶ経ってのことですけれども、私の、クリスチャンである祖母がですね、私にギョッとする姿といいますか、びっくりさせられるような姿を見せるんですね。で、それはどういうものかといいますと、祖母が、長期旅行に出かけると言ってですね、荷造りをしているんです。で、私はそれを何気なく見ていたんですけれども、その祖母がおもむろに私の目の前に聖書をビリビリって破るんですね。おばあちゃん何してんのと聞いたわけです。そうすると、旅行先でも通読したいねんけど、全部持って行ったら重いやろって言うんですねまあ、だからよく見ると、それはいただいたと言いますかね、古い聖書で、多分もう処分してもいいような本聖書だったんだろうと思いますけれども、何かこうお守りのように、以前も見ていた、関わっていた自分としてはですね、聖書をそんな風に扱っていいのかと、正直こう何て言いますか、まだなんとなくこう無用なくしちゃう思いをその時に感じたなということを思っています。で、聖書をどう扱うかっていうのは、今見たのは手に取る書物としての聖書の扱いですね。で、それはまあ人それぞれというふうに思っていいと思うんですけれども、内容という点でも私たちはその扱いが問われているといいますか、どういうふうに扱うべきかということが
まあ、問題といいますかね、重要なことだというふうに思うんですね。自分自身がなんか説教や、また自分自身がディボーションで聖書を開き読む、その内容について、それをどういうふうに自分自身がこう扱う、また向き合うべきなのかというところ。でまあ、聖書との向き合いということで考えると、例えば教会もいろいろだろうなというふうに思うんです。プロテスタントという枠の中で、さまざまな教会、そのあり方があるなと思います。ある教会は、教会ということを嫌います。そして、教会の中で、こう役職といいますか、牧師と呼ばれる人は必要ない。まあ、聖書にね、牧師という肩書きの人はいないからだと。全員兄弟姉妹と呼びなさい。また、かぶり物をしなければならないと言ったり、また、食べ物を非常に気を使ったりという、そういうグループもありますね。一方で、聖書に対して本当にこの教会は聖書を読んでるだろうかというような、まあ、さばく意味ではありませんが、こう幅があるなと思う、そういうグループもありますね。何をしても自由だとこう考え、私たちが捧げる礼拝とは全く違うものを持って礼拝とする、そういうグループもあります。それが、悪いという意味ではありません。幅のことで言っているわけです。聖書を読む、どう扱うかということにおいても、非常にクリスチャン、また教会という枠の中でも、多種多様であるというふうに思う。でその時に、改めてじゃあ聖書とか立法の教えに対し、私たちはどういうような立ち位置で関わることがいいんだろうか、日々の中で向き合えばいいんだろうかと思うわけですね。今日の箇所においては、パウロは、立法の役割と位置づけということで、立法とは一体どういうものかということを、まあ、簡潔に伝えているんですね。立法はもちろん旧約聖書といえばそこまでですが、しかし大きな適用の面で言うならば、聖書の教え全般という意味も言えるでしょう。そういう意味で、この箇所よりその聖書、また立法、その私たちのとの関わりを向き合うかということを考えたいというふうに思います。で今日の箇所が置かれている文脈をざっくり言いますとですね、そこでは一つの主題がはっきりと示されました。人が救われ神の国を受け継ぐために必要なのは神の約束であって、立法に生きるかどうかは関係がない。立法に生きる、立法を行う、まあ、それは神の国に入るかどうかとは関係がない。人が救われるということには関係がない、まあ、そういうふうに今日の箇所の直前までで、論が展開されていったわけですね。まあ、そうすると自然に出てくる疑問というのがあるんだろうと思います。それに対してパウロはこの箇所から回答していくんですね。19節を読むとこういうふうにあります。最初の一文だけ見ますね。19節、それでは立法とは何でしょうか。それでは立法とは何でしょうか。手紙の読者である人々がまさにそれ聞きたかったと。立法をちゃんと守らなきゃいけないと思ってやり始めていた、やっていたガラテの人々です。そこでパウロは手紙の中にや立法は救いには関係ないんだということを話しながら、だいぶこう論を立てていったので、じゃあ立法立法聖書聖書ってこういうふうにこれを守り行うっていうことは何の意味があるんだ、立法とは一体何なのかという疑問ですね。もう本当ガラテヤの教会の人たちはもうユダヤ人でありクリスチャンになった人々から、まあ、そういうふうにこう示されて、もう立法を、ね、大事にしなきゃいけないと思ってやってたわけですね。この時ですね、イエス様を信じる以外に立法の守りを行わなければ救われない、そんな言い方がされて、じゃあ、まあ、立法知らなかったけど今から勉強します、割礼もします、そうやって彼らはユダヤ人ユダヤ教徒にまずならなきゃいけないというような感覚で取り組んでいた。そこにパウロのこの、いや立法は関係ないんだよという一言ですね。じゃあ旧約聖書とか
立法って何の意味があるのか気になるのは当然である。そこにパウロはこの箇所より言うんですね。19節以降で彼が言っている内容、そこにあるのは、特に19節読むとガッとこうね、要点をつかんで言っていますが、ここでは何を言っているか、立法の有効期限、立法がその効果を表す期間というものと、そしてその立法の役割と、そしてその立法が誰によってもたらされたのか、誰によってどこにもたらされたのかということが、この今日開いて読んでいる箇所に、示されています。19節を読みますね。19節。それでは立法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。で、立法っていうのは御使いたちを通して仲介者の手で定められたものだという言い方でここに書いてますね。何を言っているのか、言わんとしているのは何か。御使いというのは、天使というふうに言い換えていいでしょう。当時のユダヤ社会では立法というものが神様のもとから天使によって人に、ユダヤの民たちにもたらされたとこう考えられていました。パウロはその理解を受けて語り、そしてその御使いの手からモーセ、仲介者であるモーセに与えられて、そしてユダヤ人たちイスラエル民族にその立法が与えられたんだというふうに書いています。旧約聖書、出エジプト記の主人公であるモーセが、この奴隷の国からエジプトの奴隷の国からイスラエル民族を出エジプトを脱出させた後に、神様はシナイ山でモーセに立法を与えられた。実戒として知られる2枚の石の板ですよね。そして立法っていうのは、ここでモーセによって神様から御使いに、そして御使いからモーセにと与えられ、そして民たちのところに与えられたもの。そうパウロはここでまず立法がどこから誰に来たのかと語ります。しかしながら20節にあるように、仲介者、当事者が一人であればいりませんという妊娠な言葉を書いてますね。で、仲介者っていうのは誰かと誰かの間にあってこうね、取り持つ人のことを言うわけですよね。ですから立法というのは神様とこのユダヤ人たち、イスラエル民族たちにあって、モーセがこう取り継いで渡したものだという理屈がここにあります。だからここで私たちは覚えておかなければいけないのは、立法というのはそもそもこの読み手であるガラテヤの人々には与えられていないものでしたね。そうですね、当時旧約聖書のところで、この出エジプトの場面で神様が立法を与えた、モーセを通して与えたのはユダヤ人たちであったのであって、ガラテヤの人々には仲介されていない、モーセは仲介していないんですね。そう考えると、その時点で立法というのはガラテヤ人には無関係なものであったということをここに暗に教えていると見ることができます。しかし、自分もイエス様を信じた者として、この旧約の教えに、教えられたいと言ってつながっていくということはあると思いますが、しかし立法というものはそのようにして、ユダヤ人にまず与えられたものである、そんなふうにここに見ることができる、パウロが言っていると見ることができますね。
かしそうやってここでパウロはまたガラテヤの人々に立法っていうのはあなた方には関係のないものなんだと言うんですが、しかし21節ではだからといって立法っていうのはないがしろにするものではないって言い方もするんですね。21節、それでは立法は神の約束に反するのでしょうか。決してそんなことはありません。パウロという方人はですね、立法っていうのは救いには直接関係はないけれども、しかしやっぱり大事なものなんだということはもう言いたいんですね。だからなんかこう周りくどく行ったり来たりしながらこういう話をしてまいります。でもここでも21節の後半を見ていくと、しかし残念ながら立法によっては命を与えることはない、そのことをこう、22節までのところで語るわけですね。21節から22節一気に読んでみるとこうです。それでは立法は神の約束に反するのでしょうか。決してそんなことはありません。もし命を与えることができる立法が与えられたのであれば、では確かに立法によるものだったでしょう。しかし聖書は全てのものを罪のもとに閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるものでした。つまり立法というのは大事なんだけど、やっぱり命を与えるほどの効力を持ったものとしては与えられていない。で結局聖書は立法を与えるそのことの中にあって、人々全てのものをですね罪のもとに閉じ込めた。それには意味がある。つまりイエス様に対する信仰によって救われる、命が与えられる、義とされるためなんだという点からなんですね。あくまでも救いの方法と立法は関係していない、そうパウロはここでも主張し、神の約束はあくまでもイエス様に対する信仰によるものなんだと言います。では立法の役割とその有効期限というのは何なんだろうか。立法の役割、有効期限というのは密接に関連しながら語られているので、両方共に扱って話したいと思うんですが、立法の有効期限というのは、2つの視点でこの箇所で語られているんですね。1つはイエス様が来られる時までが立法の、有効期限、立法が意味する範囲、期間なんだという話です。でもう一つは個人的にイエス様を信じる、その信仰が与えられる時まで立法っていうのは意味を持っている、有効とされるものなんだという論調です。19節にもう一度目を止めますが、途中まで読むとこういうふうにあります。それでは立法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、ここに約束の子孫、約束を受けた子孙というのが出てきます。これは今までの話の中で見るようにイエス様のことですね。だからイエス様が来られた、この地上に来られた時、その時までが立法の効力、その役割として与えられた期間なんだと見ることができる。旧約聖書から立法がモーセの手によってユダヤ人たちイスラエル民族に与えられて、それに生きるようにして彼らは歩んでいた。その立法は神様の基準を知る、神を知るというためのものであるし、また同時にいかにその基準が高いものであるかということを
示す役割を持っていました。そしてその高い基準、立法に対する自分自身の生き方が問われるというところにあって、おのずとこのイエス様の救いの御業ということが見出されるものとしてここに与えられていたということですね。立法に生きる、立法に目を留めて生きようとしていくときに、かえってそこにあっては罪の指摘がなされ、そしてその罪の解決を求めざるを得なくなり、そこにイエス・キリストが示されている、イエス・キリストの救いが現れられていくという、神の持つ罪、その罰をイエス様が身代わりに十字架の死によって受けられ、復活をもってその完全な贖いを証明してくださる、そのプロセスの中にあってこの立法というのは用いられたものである。ですからイエス様が来られた、そして十字架と復活の御業をなされたのであれば、その時点で立法の役割を一つ終えられているものなんだというわけです。しかしながら一方でパウロはガラテの人々を意識してだろうと思います、つまり異邦人である、立法に生きていない、そもそも立法を知らない者たちを意識してだと思いますが、立法の有効期限もう一つあるんだということで書いている。それは個人的にイエス様に対する信仰を持つ時まで立法は有効である、効力を発揮するという、そういう内容なんですね。23節から25節を読みます。信仰が現れる前、私たちは立法の下で監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係の中にはいません。この箇所でパウロは私たちそれぞれのイエス様に対する信仰と立法との関係を語るんですね。イエス様に対する信仰を持つ以前、私たちは立法の下で監視されていた。私たちは立法、聖書の教えを通して罪とは何かを知ります。神様の喜ばれる生き方と喜ばれない生き方をそこに見ることができる、知ることができる。そしてその基準に違反する自分を指摘されるということでもある。そうですよね、立法また聖書の教えということを私たちがそこに思いを向けていくときに、私たちは自分というものを知るんですね。神の前にある自分とはどういうものかということを知ることになります。そして知るだけでなく、それはこの箇所の言い方で言うならば監視のもとに置かれるということに、立法のもとで監視される。監視という言葉はもうまさになってますかね。嫌な感じがしますよね。見つめられて何か違反するとダメじゃないか、怒られる、そんなこと言っちゃダメじゃないか、何をしてるんだ、こう鞭が飛んでくるか分かりませんけれども、そういうふうにして厳しい目でが注がれて、こう監視され管理され、こう枠の中に抑え込まれる、そんな思いがさせられるわけです。しかしそうやって神の基準を知るということにおいて、私たちは自分を知り、その罪の悲惨さを知る中でイエス・キリストに心が向けられるということになったのも事実だと思うんですね。
立法のもとに監視されていた。罪の状態を知り、そこから逃れることのできない自分自身の在り方を知って、だからこそイエス様が十字架と復活において私を救ってくださったんだという理解に私たちは初めて至るということであると思います。そしてイエス様を心にお迎えしていったときに、それらの罪の指摘からは引き離され許しの世界に入ったということですね。パウロはこの個人的な救いの出来事をここで扱い、イエス様に対する信仰のゆえに、もはやあなた方は律法の下にはいないという言い方をいたしました。ですから、律法の役割というのは、やがてイエス様に対する信仰が与えられる人にとっては、養育係としてのもの、位置づけ役割を持っているんですね。養育係って、なんとなく分かるようで分からない部分があるかなと思います。別の訳語もあってですね、そこにはですね、保護者とかね、指導者っていう、保護者と指導者はだいぶ違うような気がしますけれども、そういう表現もありなんだというわけなんですね。保護者。保護者というところで見ていくと、なんとなくイメージがつきやすいのかもしれない。保護者、逆に言うと、保護される側の子供というところで自分を位置づけた場合に、保護者というのは時に口うるさくて、さらに、言ってはなんですが、うざいとこう、ね、子供に言われてしまうような、そんな存在なんだろうと思いますね。うちの子供たちも徐々にそんな感じが見えてまいりました。そんなこといいんですか。でもですね、保護者からするならば、それは必要なことでもある。この世を生きる上で必要なルール、知恵、それを先に知ったものとして、まだ知らない君に、あなた方に教えなければならないとして関わっている。そして、人間の保護者の場合かもしれませんが、自分自身も痛い目を持って経験したからこそ、子供にはそれをしてほしくないと考えるし、そうやって必死で教えに関わるということもあるんでしょう。そして時には語気を強めてですね、厳しく鋭く関わるということすらあるわけです。立法がどういうふうにそれかと、ね、連動するかというのはちょっとずれるかもしれません。しかしそうやって厳しく教えられる時期があるので、その子供といいますかね、その対象は何が大切かを知り、生きることとは何かを自分自身で考えていくことになるでしょうね。で、私たちにとって立法とはそういう存在であっただろうというふうに思います。あるというふうに思う。人とはこういうものだと聖書を教え、神とはこのようなお方だと語り、そして神に喜ばれる真っ当な生き方はこうだと教える中で、私たちは聖書の価値観、聖書が示す人生の意味、価値観を覚えていく。しかし、そうやって聖書の理解を深めながら、また自分自身を知る、そしてその中でまた導きの中でイエス様を信じて救われていくときには、立法との関わりというのはまたちょっと変わってくるというのは確かだろうというふうに思うんですね。立法とは私たちが霊的な大人になるために必要な過程であるということをこの箇所では教えているというふうに思いますね。あえてクリスチャン、信仰を持つ者としても、霊的な子供、霊的な大人という言い方が、聖書にはあります。
そういうふうな中で私たちは改めて自分自身が大人、霊的な大人になったのならば、その立法との付き合い方は以前の距離感とは変わってくるし、そういうものだということを覚えておきたい。パウロはそういう私たちの信仰の歩みのいわばグレードを覚えながら、ここで立法の役割とか有限効力期限といいますかね、有効期限ということを話している。25節で言うんですね。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいません。養育係、保護者、その関わりは大人に連れて、大人になるにつれて変わっていくというふうに思います。イエス様がこの地上に来てくださって、立法の役割は一つ区切りを迎えた。またイエス様に対する信仰、イエス様を愛し、この方を主と見上げて生きる生き方に入った人にとって、立法もはや養育的位置づけにはない。それはもはや、監視下において縛りつけるようなものとして立法は存在していないんだということなんですね。イエス様を信じ、イエス様に頼るという信仰が与えられたので、立法にあって、こうしなければならない、ああしなければならない、こうしなければならないと規定され、それに枠にはめていなければならないと動くという論理からは変わっている。そうじゃない、イエス様を信じて生きるというところに立ったので、新しいフェーズに入っているんだ。だからガラテヤ書の後半ではね、キリストの立法という言い方が出てくるんですよ。キリストを愛する、そこでまた話します。キリストを愛するということにおいて生きるものとなる。それは立法のもとに置かれ、監視の状態に入れられているのとは違う世界ですね。でも今日の箇所に習って言うならば、だからといって立法は軽んじられるべきものではないということを覚えておきたいんですね。パウロは立法っていうのは、救いには直接関係ないけど大事な養育係なんだと言います。大切なことは変わらないと言います。で、注意深く覚えておきたいのは、これパウロは25節もそうですが、しかし信仰が現れたので私たちはもはや養育係のもとにはいませんと書いてあるんですね。これは行間を読むような言い方にもなるかもしれませんが、もとにはいない、下にはいないのであってだけであって、横にあっては叱るべき、横ですね。立法の下に自分が位置づけられるんじゃなくて、立法は横にあるんじゃないかなというふうに私自身はこうイメージできると思うんですね。イエス様に対する信仰でもはや全部許されて、そういう世界の中に立法の下にこう漢字絡みになってし、こうね、止められるって必要はなくなった。だけど、じゃあイエス様にと信じたら、立法から解放されて、立法違反も何も関係なく、もう何もしてもいいんだって、そういうふうにならないですよね、普通。イエス様を愛する生き方に生きるということは、同時に神を愛することであって、そして神様の基準である立法、聖書が土台にならないわけがない。ですから信仰に生きる人が、立法はもはやどっか行ったなんていうふうにはなり得ないというわけ。むしろいつも大切なものとして心にはある。ただ立法にあって支配されて、ただただしなければならないという論理からは解放され、そこにあっていつもそこにいながら自分自身を修正していく、自分自身を見つめながら、そういう存在に立法はなっているのではない、するべきではない。だからそういう意味で立法と、また聖書
との付き合い方、向き合い方っていうときに、私たちはよくよくこの立法主義のようななければならないという枠の中で生きるというものはもう終わったんだということを覚えていきたいというふうに思うんですね。終わった、そういうふうに生きる必要はない。イエス様になってもすでにその世界から抜けてしまった、抜け出したものだからだ。立法の役割と位置づけ、それはイエス様に対する信仰によって変わります。それゆえ立法との向き合い方、捉え方には違いが出る。信仰を持つものと持たないもの、その過程の中でもちょっと微妙な違いというのがあるのかもしれないですね。信仰を持つ者、それに生きる者にとって立法は支配的な位置にはもはやいません。イエス様の許しが、そしてイエス様に対する愛がそれに勝るからです。だからこうでなければいけない、こうしなければならないと、そういう論理の中で私たちが生きる必要は全くないということですね。しかし一方で立法は依然として大切なものでもあるということも覚えておき、立法、聖書の教えが私たちに神の御心を教え、そういう歩むことを示してくださるくれるものだからですね。立法、聖書との良い距離感、それを覚えて、そしてまたイエス様に対する愛の応答として、これを実践していってもらいたいというふうに思います。では一言お祈りいたします。父なる神様、ガラテヤ書を持って私たちに信仰のあり方を教えてくださいまして、ありがとうございます。私たちは立法、聖書を持って自分を知り、その罪の悲惨さを知ることが許されたものです。そしてその絶望の中で、だからこそイエス・キリストがおられる、そう信仰が与えられた。なんかそのようにして立法、聖書を用いて私たちにイエス様をお与えくださる、イエス様に対する信仰、そして救いをお与えくださるお方のことを覚えてありがとうございます。この許しの中に入れられた、信仰の中に入れられた私たちは、その後立法とどう向き合うかが問われていますが、それを支配的なものとして捉えるのではなく、横にあるものとして用いるものでありますように。あなたに許され、愛されたものとして、あくまであなたの視点を知るためのもの、あなたをより深く知るための書物として、一方聖書を愛し見つめていくものとさせてください。日々の信仰の中で、どうぞ一歩を、またこの適切な距離感を持って対応とさせてください。この日を感謝して様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美を捧げてまいります。聖歌の195番です。I'm not afraid to die.
聖歌の385番です。本日は、日々の御言葉8月号の配本日です。お忘れないようにお持ち帰りください。代金を袋に入れて8月7日までに、回廊工具の箱にお入れくださいということです。よろしくお願いいたします。